だって第1話にこの目の時あった気がする。ああそうだね。じゃあそしたら先生ちょっと天然かもしれないな。もう目がだってあの人じゃん。あの人、あの人だよね。あの人だよね。ちょっと待って。先生、先生ごめん。ええー。出来上がっていくよね。そんな速さで書けちゃうもんなんだ。すげえ。こんにちは、こんばんは。赤髪インクラフトだよっす。よーっす。よっす。ありがとうございます。今回はですね、4月6日発売の月刊少年マガジン5月号から連載が始まる僕たち赤髪を題材にした漫画赤髪は脱出できないが、連載されます。それを記念しまして特別ゲストに原作の青柳先生と作画の矢崎先生に来ていただいて、今回は一緒に遊んでいただこうと思います。青柳先生、矢崎先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お忙しい中本当にスケジュールを割いていただいて、お二人ありがとうございます。あ、いえいえ、ありがたいですね。ぜひね、存分に腕前を振るっていただければと思うんですが、まずじゃあ青柳先生、自信のほどを伺ってもよろしいでしょうか。いや、あのね、僕も やってみたいですよ、実はこれね。アカウント取ってねって言われたから。そう、はい、だからもういけるなっていう思ってますよ今。いけるなって、ね、肩作ってきたみたいな感じですよね。あ、もう温まってますね。では作画の矢崎先生、いかがでしょうか。はい、頑張ります。緊張されていらっしゃる。そうですよね、こんなところ普段出ないですよね。ありがとうございます。まあ、でもありがとうございます。矢崎先生はもちろん絵は期待しちゃいますね。はい、早速やっていきたいと思います。はい、はい、始まり、はい、始まり、頑張るぞ。あ、矢崎先生から。頑張ります。お願いします。あ、なかったなかった。お、お、美少女が見たかったけど。美少女見たかった。え、違う。あ、俺もそう思った。違うんだ。違う。あ、本当だ。違う。アメリカンドッグだって。ホットドッグじゃないよ。先生、パンに挟んだやつだよ、ホットドッグは。そうだ、そうだ。もしかしたら先生ちょっと天然かもしれないな。きっとね、緊張されてるんですよ、トモさん。あ、そうか、そうですよね。緊張してるよね。もちろんそうですよ。我々みたいに口で仕事してないですからね、先生たちは。これペンで。先生たちにとってはここアウェイですから。そうですよ。そらさん、汚ねえやな。それでホットドッグ書いちゃうんだもんな、一人で。確かに。なんか難しいの来たな、これ。どうしようかな、これ。頑張って。こっち、頑張って受け取るから。受け止めきらんかもしれない。受け止め、確かに。受け止めきれないかも。あ、でも、もう、動物だっていうのは。あ、今日うまいかもしれないな。うまいよ。うまいか？うまいんじゃない？まあそれの何かってことだよね、そのカテゴリーは分かったけど。そうなんすよ、そっからなんすよ。ここよね、こっからよね、勝負は。そうなんすよ、多分こっから色使われるんじゃないかと。そこっから色がね、出てくるわけですよ。色待ったかも。そうですね、色待ちかもしれないですね、うん、これ、なるほど。そこから色つけていく。そこじゃないの。本体じゃないの。何それ。いや、ここに意味があるわけですよ。分かった、うだっ。今のはいいパス。上手。なるほどね。上手よ、バステンさん。面白かった。面白いね。矢崎先生、ホットドッグがちょっとやっぱり僕どうしても納得がいかなくて。申し訳ないです。じゃあ今度赤髪メンバー書き手拒否でいきます。あ、もう当てに行く、我々はもう当てに行くっていうので、矢崎先生、青柳先生に存分に腕を振るっていただくっていう回で。なるほど。多分、はい、テレコに青柳先生、矢崎先生って来ると思います、書き手が。なるほど。僕らも当てていいんで、それでも。あ、もちろん、はい、参加されるときは。はい、はい、はい、矢崎先生から。はい。え、やばい。これ喋るの結構無茶のお題来るときありますもんね。そうなんですよね、うん、どうやって書くのみたいな。え、これ知らないなみたいなお題が出るときあるんで困っちゃうんですよ。いやいや、でもそこはやっぱりプロの先生だから、みんな大丈夫。大丈夫、うん、ハードルが最後にプレッシャーかけてくだ。どんなのだろう、これ。わかるか。
確かになんか自信のなさが筆に乗ってる感じがする。なんかチケっぽいな、チケっぽい。チーズ。何？これ見ながら書いてるんですけど大丈夫ですか？あ、大丈夫です。はい、全然それは、はい、カンニングはもちろん全然。分かった。おー、すごい。なるほど。俺やってた、今群馬まで書いてた、群馬からって思った。すごい、よう分かったね。逆に、あの県のね、右下に出っ張ってんのが群馬かなって思った。へえ。え、そんな簡単な俺が急に出るんだ。いや、負けた。矢崎先生です。はい。おわん、うまい。おー、うわー、上手。美味しそう。美味しそう。これです。え、これです。これです。白米じゃない？あ、違うのか。波盛り、波盛り方の問題。違う。え、波盛り、なんだろう。装飾に始まっちゃってる。書くことないんだ、他に。あ、お茶碗。そういうことか。そういうことか。お椀で当たるかなと思ったら、お茶碗で正確にやらないとダメなやつでしたね、今ね。今度は青柳先生。え、四角から結構ダイナミックに描かれてる色が。え、でもお札、うん、ちょっとね、違うの。あーった。あー、すごい。あー、なるほど。だからそこハンコマーカーか。なるほどね。じゃあ今度作画の矢崎先生スペシャル回にしましょうか。あー、なるほど。はい、うん、見てみたい、いっぱい、はい、頑張ります。お願いします。お願いします。じゃあ全員が書き手拒否ってこと。そうですね、右下の書き手拒否。くみさん、ごめんなさい、書き手拒否な。また間に合った今。間に合うのか。分かん、間に合った今。わかんない。じゃあ矢崎先生スペシャルで、はい、頑張ります、はい、お願いします。え、また無理なんだ、行きました。無理なんだ、行きました。大変です。大変なやつ。ダイヤピケルにしか見えない。色使ってくれるけどね。うん、そうそう、誰かと違ってね。なんだ。え、むずい。なんだろう。なんだ。ずいぶん細かく書き込んでくれてる。ああ、一応調べます。そこが赤くなるのはこれか。おー、すごい。魚は任せて。なるほど、確かに言われたらそうだね。そうでしょ。まだ言われても分かんない。分かれ。嘘。一番有名だ。一番有名だね。クッピーの次あたりに有名だね。うん、知らなかった。いや、でも先生やっぱりうまいね。さすが。うん、上手。早い。早いね、本当だ。立体感がすごい。なんだ。いや、マジ、早い。すごい。いよ。よくわかったね、ブレイク。いや、わかるよ今のは。なんか途中で止めるの申し訳ない感じだぐらい早い、うまい。もうこれだけで寝てる人だってわかるもんな。違うんかーい。赤ちゃん、それは早い。あ、でもぽいけど。ぽいけど。よちよちじゃなくて。ということ、赤ちゃんに対してよちよちって。あー、そう広がるんだ。余白の使い方が完璧だ。あー、やばい、やばい、やばい。悪夢か。あー、その差で負けた。あれ、あれ、これは、あれ、さっきの作品みたいよな。違うんかい。違うんだ、違うんだ、違うんだ、違うんだ。いや、波盛り。波盛りじゃない、これ。これだ。違う。あんまり美味しそうに見えない色。あ、お茶漬け。お茶漬けの色か、なるほど。なんだ。何？何？うん。
うん、俺分かったかも。俺も。あ、違うかな。あ、違った、俺も違った。俺、潮干狩りだと思う。俺もや、俺もそう。違った。先生、ごめん。あれ、もっとね、もっと深いっすよ、これは。書いていい？何？いいよ。何？あ、あれか、あれか、あの、うん、これかな。え、よさ、書いていいよ。分かった、あれだ。これか？うん。え、違うかい。あれでしょ、漢字三文字のあれでしょ。そうです、そうです。あ、トモさんすごい。これでしょ。かもこれでしょ。日本庭園って、まあ、わざも同じものを持ってたんだろうな。うん、いや、うまい。ワゾさんと潮干狩りリンク、マジ申し訳ない先生に。ハマグリかなと思った。これもいつ熊手が出るか待ってたら。ねえ、矢崎先生、あの、例えばカレーライスを頬張るワトさんとかって言ったら書いていただけるもんでしょうか。あ、全然書けます。いけます。マジ見たみたい。青柳先生がそれを出題して僕たちがそれを当てるみたいな。あ、なるほど。できていけますか、これで。ああ、なるほど、はい、はい、うわ、さすがだな、なんか楽しみ。じゃあいつでも始めていただいていいです。はい、はい、まず誰かやね。まあね、多分きっとそこまでは書かれてね、最初は。でき、事象から書くんかな。そうだ、物から書くんじゃないかな。なるほどね。書かれるのは書き終わってからでいいです。そうね、なんか最後まで見たいよね。確かに。あと、これ書き終わったタイミングで俺1枚ずつこれ静止画に残しとこう、記念に。わあ、すごいね。でもこれ本当にね、これは本当にオリジナルのここでしかない絵だから、覗き込んでる感じ。ああ、なんか分かったかもしれん。でも人まで分かった？いや、人は誰か分からんけど、しおることは分かったかもしれん。うん、なんとなく分かった。本当だ、分かった。うめえ。そうやって書くんだ。うまい。え、でもなんかさ、桶書いてから顔の位置がそこってすごいね、決めてるな。すごいよね、なんかこう、確かに確かに、なるほど。バランスが。すごっ、やっぱプロってすごいんだな。すごいね。いや空間の使い方っていうか。女性っぽい感じがするけど。あ、女性だ。あ、髪の毛長いな。あの人じゃないの、この髪の毛長いのは。いや、俺もそう思った。俺も分かったぞ。うん。わあ、すごい。かわいい。へえ。出来上がっていくよね。そんな速さで描けちゃうもんなんだ。すげえ。わあ、すごい。すごい。すごい。感動するこれ。本人いたらすごい喜ぶよね。喜ぶね。もうコミックのワンシーンのねえ、うん、パソコンの壁紙やろ。赤紙で壁紙になるんだ。壁紙だね、これ。おい、冗談言うなよ、今。今の自信あったんだけどな。わー、すごい。色も入るんね、色までつけていただいて。もうこれ答えんでよくない？ねえ、なんかもう。ちょっと眺めときたいわ。うん。わー、すごい。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 ああ。ちゃんと金魚。金魚まで。じゃあ、はい、姫神代表してソーラさん回答を、はい。金魚すくいをする赤見さん。おお。いかがでしょうか。正解。やったー。すげえこれ。すごい。スクショ取る。ちょっと取っとかね。取っとかないと、このスクショ取っとかねえと。俺和服で横たわる、なんか誰かがその棺に入ってる、ちょっと悲しい絵なのかなって最初思っちゃって。いや、ワンちゃん。ちょっとなんかミステリー作家のあのが出ちゃったのかなと思って。なるほどね。そう。なんか面白いな、ちょっとでも。これ前傾賞したくないんですけど、まあでも静止画にしたく。すいません、前傾し、なんかライフが減る、この前傾しボタン。もったいないね、確かに。もったいない。あー、すいません。やりやがった。やっちゃった。これどうですか、いけます？なるほど。じゃあお願いします。なんか作りよる感じやろ、これ。そんな感じ。手には何か持ってる、ね、あれやろ、あ、そういうことか、コテか。うん、と思った。コテっぽいですね。はいはいはい。普通に自然に出来上がるもんね。おお、すごい。すごい。何やってるかがこう浮かび上がってきた。もう一人は？もう一人いるんだ。
何これ、ま、なんか狙ってる感じがする。狙っとるな。狙っとるな。これ誰だ、狙ってるのは誰だ。あ、女性かな。ちょっとあれかな、食いしん坊感あるかな、これは。もしかしたらキュピーンが。わかった。だって第1話にこの目の時あった気がする。あー、そうだね。じゃあ、それぞれトモさんしか知らない人だったら。難しい。いやいやいや、全然全然。ワトさんは焼くことに精一杯だけども、ソラさんは食べれ終わるところまで考えてるんだろうな、焼きながら。こんな感じでどうでしょうか。ありがとうございます。おお、じゃあワトさん答え言っときますか。お好み焼きを焼くワトとソーラさん。あ、正解です。やだー。あー、すげえ。ちゃんと取っとってよ、うん、はい、取ります取ります。じゃあスクショいただきます。あ、狙ってる感じね、絞ってる感じが。色つけてくれてる。色がちゃんと、ちゃんと色乗った。あのパーカー欲しいんやね。ね、あの人参部分に色乗った。弓を引くバス転ということでいいんでしょうか。はい、まあ正解ですね。うん、ありがとうございます。見せたー。じゃあね、アーチェリーっていう、あー、なるほどね。確かに顎に当てますもんね、アーチェリーあの。うんうんうん。そう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 。こんな感じでも大丈夫。あー、いいですね。で、かけます。あ、じゃあこれで3人でいきます。はい、お願いします。はい、ちょっと今回時間かかるかもしれないです。あ、はい、何いいですか。だって3人だからね。うん、もう目がだってあの人じゃん。あの人あの人だよね。目でわかる。目がやつしかいない。なんかなんとなく、なんだろう、俺攻撃されてるのかな、違うかな。ね、グーフしてる、なんかやってるよ、なんかなんか攻撃してる感じがする。なんかすごい躍動感が今までで一番、うん、殴られそうな、ね、殴られてる感じするな。殴られちゃうな、これ。ほっぺたへこんでるもんな。誰とは言わんけど殴られてる。なんか強烈な一撃だな、これ。動画でよく見るシーンかもしれません、これは。うん。だってなんか先生筆が乗ってるの分かる感じする今までで。分かるね。はいっていうのが早かったもんね。ですよね。薄気があるのは矢崎先生か青柳先生かどっちかな。こんなお題を。確かに生き生きとかけるなんて。すごい。筆が走ってるもんな。お題が良かったのか、ね、書きてて楽しいのか。食らってるな、食らってるな。あ、目が回ってんだ。あと左利きだし。あ、本当だー、すげー。本当すごー。そうだ、だってもう最後の人はいつもなんか俺がやられてんの見て笑ってないケラケラ、なんかあー、もう何してもらえしてるよね。止めるっていう感じではない、ね、ないない、うん、なんかその事象をさ、まあまあまあ、そう、まあまあまあとか、いやいやいやとか、なんか事なかれ主義だから。久美さん嬉しいでしょ、これ生で書いてもらってるんだよ、久美さん、プロの先生に。マジヤバです。ちょっとやめて、文字で怪我さないで、この絵を。書いてるから先生が。血もダメだって、邪魔だって、血が邪魔。先生時間かかると言ってた、多分マジで筆乗ってる感じしますね、これ。そっか、テーブルに何か乗ってるんだ。そうそう、テーブルの上に乗ってるものにちょっと注目してもらって、それが争いの音じゃない。ね、きっとね、トムさんのが大きかったのよ。食べ物の話、何か。何それ、何、何だろう、それ僕どうやってお題書いてんの、それ。あ、わかった。何何、これは多分じゃんけんした後なんじゃない。ああ、なるほどね、わかった、なるほどだってね、テーブルに置いてあるのがもうあれだもんね。うんうん、かぶるやつっすね、きっと。はい、どうでしょう。はい、ありがとうございます。じゃあ、クミさんお願いします。普通ならハンマー使うけど、素手でいくってあたりがクミさんだよね。我慢できなかったんでしょうね。持ってるんじゃないかな、一応。あ、持ってるんですか、ね、あ、持ってるんですね、失礼しました。
じゃんけんでパー出した勢いでそのまま来たのかと思った。パーンじゃんけんはって言いながら俺が。じゃんけんする前だ。する前に。ただ殴りたいだけとかって言って。もうそれゲームじゃなくなってる。ピコハン。それを言え、いや違う、クミさん、違う、それはこの絵から違う、クミさん、それは失礼だ、それは見たまんま、そうです、違うじゃん、クミさん。じゃあすみません、代弁します。叩いてかぶってじゃんけんぽんで負けてクミさんに叩かれる赤髪の友と、それを見てへつら笑ってるアイクさんでお願いします。はい。正解です。やったすごい、すごい。なにこれすごいや素晴らしい。いや素晴らしいですね。すごい、ありがとうございます。ありがとうございますって言ってる。いや本当にありがとうございます。じゃあここら辺で終わりますか。はい、はい、はい、めちゃくちゃ面白かったですね。面白かったです、うん、ありがとうございました。青柳先生、矢崎先生、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。明日4月6日月刊少年マガジン5月号ぜひ皆さん買って、赤髪は脱出できない読んでください。では、ここで動画終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。ありがとうございました。